司法動物、司法動物、司法動物とは司法動物門に属する約1万千種に上る動物の総称である。ほぼすべてが水海に生息し大部分が海産である。触手に司法と呼ばれる物理的または科学的刺激により毒液を注入する針、シート、獅子を備えた細胞内消器官を持つ細胞があることからこの名で呼ばれる。 放射奏症に汎用性。対抗はなく、唯一の空どころである異空の開口は、口と肛門を兼ねる。私有遺体。表栄性、クラゲ型と付着性、ポリプ型という生活様式の異なる二つの型を持ち、両者は上下を逆さにした形である。単体と軍隊がある。異空の角膜の数などで一家の四綱に分類される。 ヒドロムシズナはポリプ型のヒドロムシ類とクラゲ型のヒドロクラゲ類からなるヒドロムシ類の一部が淡水に生息。それ以外はすべて海に生息。中泡葉が形成されない二泡葉性の動物であるとされるが、細胞性である肝獣式を中泡葉とみなし、ヒドロムシズナ以外の四方動物を三泡葉性と見なすことも多い。かつては有動物、 クシクラゲ類と共に、校長動物門として分類されていたが、有クシ動物は、司法動物とは、体性が大きく異なることから、現在では異なる門として整理されている。司法動物は先カンブリア時代の地層に、すでに、化石として、姿をとどめている。二廃用の動物であり、体を形成している細胞は主に外側の、外廃用と、内側の内廃用の二層からなる。 これらの間には中に皮、中高、二皮は二皮を指す、と呼ばれる寒天状の組織、寒重式がある。クラゲでは中に皮が特に発達している。体性は付着性のポリップ型と表栄性のクラゲの2種類の様式がある。ポリップはほぼ円筒型で半口側で器物に付着し、口盤の周囲に触手を並べる。 サンゴなどのように軍隊を形成するものも多い。クラゲは傘状でその周囲に触手が並ぶ。クラゲは一般にはプランクトンとして生活している。生活感の中にどちらか一方しか持たないものもあるが、これらの様式を交互に繰り返していく種も多い。ポリップ型は無性生殖をするものが多く、クラゲ型とポリップ型を持つものは世代交代をすると言われることがある。なお、 この二つの中間的な型として、円筒形の体の側面から触手を出す型があり、これをアクチヌラという、一部のヒドロム種類の妖精に見られる。なお、生物としてのクラゲについてはクラゲを、体制としてのクラゲについてはクラゲを参照。原始的であるが、体を形成する、組織、器官の文化が見られる。海面動物とは異なり、個体性も基本的には明確である。 独立した消化器や循環器系を持たず、異水管系と呼ばれる体内の空所がこれらの機能を担っている。肛門はなく、口によって接触、排泄の両方を行う。体表面には原始的な感覚器や筋細胞が存在する。特にクラゲ類では平行方や目が発達したものもある。網目状の神経系を形成しているが、中枢神経は分化していない。これを、 三在神経系という。四方動物はすべて基本的には肉食性であり、食手に接触した動物を四方の毒で麻痺させたり、四方から出る粘着性の差し糸で絡め取って接触している。ただし、強制藻類を持ち、強制もから有機物を得ているものもある。多くの種は海産で海表面から深海底、砂泥の間激中まで多様な場所に見られる。 淡水に生息する種や、蝶ザメなど魚類に寄生する種類もいる。約7億年前の化石である、エディアカラ生物群から、クラゲ様の形態を持つ動物の化石、ネミアナが見つかっており、四方動物の祖先型かと考えられた時期もあるが、現在は全く別の動物だとする考えが、支配的である。四方動物門の起源について、ヒドロムシズナが最も原始的であるとする説。 ヘッケル説とカチューズナが最も原始的であるとする説、ハッチ説の二つ見解があるが、近年の分子生物学的な研究では、後者を支持する知見が得られている。ヒドロムシズナ、パリパディウソアズナ、バコムシズナ、ジューモンジクラゲズナ、パチムシズナ及びカチューズナの六項に分類される。このうち、バコムシズナとジュモンジクラゲズナは少し、前までは、 ハチムシズナに所属させていたため、現在でも、そのような体型を取る本が少なくない。クラゲ型の生活様式を取らない、カチュウズナのみをカチュウアモン、アンサズアとして、ヒドロムシズナ、バコムシズナ、十文字クラゲズナ及びハチムシズナの四ズナを、クラゲアモン、クラアモン、メズソズアとしてまとめることもある。また、最近の系統解析で、四方動物の仲間とされる、 粘液放射虫などが含まれるミクソゾアモンを設ける場合もある。ヒドロムシズナにはヒドラやカツオのエボシなどが属する。ポリップ型、クラゲ型の両方を持ち、どちらが優勢かは軍によって異なり、どちらかのみを持つ種も含まれる。いずれもプラヌラ妖精と呼ばれる妖精の時点では単独で自由に遊泳できる。パリパディウスアズナにはパリポディアムハイドリフォームアスを 1885一種の実が属し、系統学上の位置は不明である。長ザメの卵細胞中に寄生する。ハコムシズナには、アンドンクラゲなどが属する。クラゲ型の表栄性の生活様式をしている。かつては、ハチムシズナに含まれていたが、独立したナとして取り扱われるようになった。十文字クラゲズナは、クラゲ型でありながら、 傘の長部より生えた柄の先端で海藻などに付着して生活しており、定性性である。かつては、蜂虫砂に含まれていたが、独立した綱として取り扱われるようになった。蜂虫砂には、水クラゲやタコクラゲなどが属する。クラゲ型の表栄性の生活様式が発達した、いわゆるクラゲである。カチュウ砂には、サンゴやイソギンチャクなどが属する。 生活感のすべての時点でポリプ型の生活様式をとる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。